のアーチャー男爵ジェフリー・ハワード・アーチャーは、イギリスの政治家、小説家。一大貴族の貴族院議員でもある。大ロンドン議会議員、庶民院員議員、保守党副幹事長などを歴任した。ロンドンに生まれる。幼少期を、ウェストンイコール・スーパー・アイコール・メアで過ごしている。ウェリントン・スクールから、オックスフォード大学へ進む。 在学中はビートルズを呼んで、チャリティコンサートを開いたり、短距離走の選手として、大学記録を打ち立てたりと活躍した。卒業後にアローエンタープライズを設立、ロンドンに住む。1967年より、大ロンドン議会議員を務めた。1969年12月、シリルオズボーンの死去に伴う庶民議員、議員補欠選挙にて、保守党から立候補し、 最年少議員として当選する。以降、1970年6月の総選挙、1974年2月の総選挙とラウス選挙区で連続当選を果たす。しかし、1973年に北海油田の幽霊会社に投資したことから財産をすべて失い、1974年10月の総選挙を機に正解を退く。ラウス選挙区では、 代わりに、マイケル・ブラザートンが、保守党からり、候九1976年に発表した、諸女作ノット・エーペニー・モア、ノット・エーペニー・レスが大ヒットし、借金を完済する。作家活動の一方、1985年には、政界復帰し、党副幹事長などを務めるが、翌1986年にスキャンダルをすっぱ抜かれ、そのタブロイド新聞を訴えて勝訴した。 その後、一大貴族借位、カウンティ・オブ・サマーセットにおける、マークの、ウェストン・スパー・マールのアーチャー男爵に除され、貴族院議員に列する。ロンドン市長選挙の保守党候補に決まり、3度の政界復帰を視野に活動していた1999年には、友人が、スキャンダルでのアリバイ証言を嘘だったと告白し、偽証罪に問われ、2001年7月に裁判で、実刑が確定した。 復役後、2003年7月に保護観察となり、A プリズンダイアリーを出版、その後社会復帰した。出国後初の短編集である、キャットオー・ナインテールズは、12作の短編小説のうち9つが、アーチャーが国中で聞いた話を小説にしたという、形をとっている。一人、または、複数の主人公の生涯を描き出す長編小説。 サスペンスやミステリー形式の作品、および短編集と3種類の形態で作品を発表している。これらの作品の中で、ジェフリー・アーチャーは、複数の登場人物の観点から出来事を記載する手法をよく用いている。特に、同じ出来事を別人物の観点で描くことにより、登場人物の性格を浮き立たせたり、物語の奥行きを深める効果を持たせている。 2012年9月16日、オスロブックフェスティバルにて日本語版は、長谷敦市役、極中期シリーズは、田口俊樹役、遥かなる未逃亡以降の作品は、戸田博之役。この時、コールガールに2000ポンドの口止め料を払ったとされ、陰語で、アーチャーには2000ポンドという意味がある。イギリスでは、政権交代した、プロヒューモ事件のようにセックススキャンダルは、致命的である。 ありがとうございます。